ドミニク・クルーズは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州サンディエゴ出身。アライアンス MMA 所属。元ユフック世界バンタム級王者。ユフック世界バンタム級ランキング11位。元 WEC 世界バンタム級王者。WEC 世界バンタム級王者時代母子家庭で、兄弟と共にトレーラーハウスに住んでいた。幼い頃からレスリングを始め、 19歳で母親に、ツーソンの家を追い出されたのを機に、プロ格闘家を志した。プロデビュー以後、コールセンターで働きながら、レイジ・イン・ザ・ケージ、トータル・コンバットなどでキャリアを積んだ。WEC 初参戦となった、WEC26 の WEC 世界フェザー級、タイトルマッチで、王者ユライア、フェイバーに挑戦し、ギロチンチョークで 1R1 本負けを喫し、王座獲得に、 2008年6月1日の WEC34 から階級を一つ下のバンタム級に下げて、チャーリー・バレンシアを3の0の判定で破ると、翌2009年1月25日の WEC38 でも、イアン・マッコールに3から0の判定勝ちを収めた。2009年4月5日の WEC40 では、イバン・ロペスに 3R 途中で3から0の負傷判定によって勝利。 8月9日の WEC42 では、キャリアムハイのジョセフ・ベナビデスは相手に3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。WEC 世界王座獲得、編集2010年3月6日、WEC47 の WEC、世界バンタム級タイトルマッチで王者ブライアン・ボールズに挑戦。優勢に試合を進める中、にある終了時に、 ボールズの右手の骨折で、ドクターストップがかかり、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2010年8月18日、WEC50 では、WEC バンタム級王座の初防衛戦で、ジョセフ・ベナビデスと再戦。5R にわたる、一進一退の攻防を戦い抜き、2から1の 5R 判定勝ち。王座の初防衛に成功した。福世界王認定。 編集2010年12月16日、WEC 最終工業 WEC53 で行われた WEC 世界バンタム級タイトルマッチで、スコット・ヨルゲン戦ンの挑戦を受け、3から0の5 r 判定勝ちを収め、2度目の王座防衛に成功すると同時に、初代ユフック世界バンタム級王座に認定された。2010年12月23日、 USA Today のファイターオブザイヤーを受賞した。2011年7月2日、u ック初参戦となった、UFC132 の u ック世界バンタム級、タイトルマッチで挑戦者ユラや、フェイバーと約4年ぶりに再戦。1R と 4R にダウンを奪われるも、全体を通して有効だとテイクダウンの数で上回り、3から0の 5R 判定勝ち。王座の初防衛に成功し、 ファイトオブザナイトを受賞した。2011年10月1日、ユフックライブ、クルーズ VS、ジョンソンのユフック世界バンタム級タイトルマッチで、後に、ユフック世界フライ級王者となるデメトリアス・ジョンソンと対戦。1アールに右手を骨折するも、5アールにわたって、ジョンソンを圧倒し3から0の5アール判定勝ち。2度目の防衛に成功した。二千十一年十二月、ユライア、 フェイバーと共に、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター、ライブのシーズン15でコーチ役に選ばれ、2012年7月7日のユフック1 4 8でコーチ対決として、フェイバーとラバーマッチを行う予定であったが、5月7日クルーズが、練習中に、膝の全十字人体を負傷し、欠場した。2012年11月11日、 フェニックスインターナショナルレースウェイとスポンサー契約を結んだ。2012年12月3日、移植した人体が拒否反応を起こし再び手術を受けた。世界王座剥奪編集2014年2月1日のユフック169でユフック世界バンタム級暫定王者へ、ナンバラオンと王座統一戦を行う予定だったが、足の付け根の負傷により欠場。 ユフック世界バンタム級王座を剥奪された。2014年9月27日、約3年ぶりの復帰戦となった、ユフック178でバンタム級ランキング5位の水垣岩達と対戦し、パウンドで開始61秒の小勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2014年12月、以前負傷した膝とは違う、もう一方の膝の全十字人体を負傷したことを、 発表した。世界王座再獲得から、陥落、編集2016年1月17日、1年4、ヶ月ぶりの復帰戦となった、ユフックファイトナイト、リラショウ VS、クルーズのユフック世界バンタム級タイトルマッチで、王者、TJ リラショウに挑戦。ハイレベルな攻防を繰り広げ、2から1の 5R 判定勝ち、王座再獲得に成功し、ファイトオブザナイトを受賞した。 試合後、多くのメディアが、この勝利を、MMA 史上最も素晴らしいカムバックストーリーと称賛した。2016年6月4日、UFC199 の UFC 世界バンタム級、タイトルマッチで、バンタム級ランキング2位の挑戦者ユラや、フェイバーとラバーマッチを行い、終始、フェイバーを圧倒して3から0の 5R 判定勝ち、王座の初防衛に成功し、 フェイバーとの通算戦績を2勝1敗とした。2016年12月30日、ユフック2 0 7のユフック世界バンタム級、タイトルマッチで、バンタム級ランキング5位の挑戦者、コーディガー・ブラントと対戦。手数というコーダでは、ガー・ブラントを上回ったものの、3R と 4R にパンチでダウンを奪われ、0から3の 5R 判定負け。2度目の防衛に失敗し、 王座から陥落した。破れ走ったもの,の、のファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年11月8日、ジミー・リベラと対戦が決定したが腕を骨折して、欠場した。2018年12月11日、ジョン・リィネカーと対戦が決定したが、右肩の人体を負傷して欠場した。2020年5月9日、約3年半ぶりの復帰戦となった。 ユフック249のユフック世界バンタム級タイトルマッチで王者ヘンリーセフードに挑戦しにある終盤に右膝蹴りでダウンを奪われパウンドで TK を負け王座獲得に失敗し自身初の連敗を喫したスタンドでのスタイルはオーソドックスとサウスポーの両構えであり頻繁にスイッチしながらサイドの動きと出入りの激しい独特のフットワークに ヘッドムーブなどのフェイントを組み合わせ、突如として多彩な角度からスピードに乗った打撃を上下巧みに打ち分ける。さらには打撃の展開から軸足をスイッチさせ、シングルダブル問わず組みついてテイクダウンを奪うことができる。全体的にフィニッシュを狙いに行くアグレッシブなスタイルではないが、 フルラウンドにわたる圧倒的な打撃の手数とテイクダウンを駆使して要所でポイントを奪うことが可能なため判定での勝率が非常に高い。クルーズとサンドの対戦経験があるユライア、フェイバーは前に出て戦う選手にとって非常にやりづらい相手、スイッチ、フェイントを多用し相手を混乱させることに長けているとクルーズを評している。ありがとうございます。